皆さんこんにちは。アンノアジア実行委員会、高橋です。石川です。この度2015年からスタートしたアンノアジアは第7回の開催を迎えることになりました。昨年はオンラインのみの開催でしたが、今年はオンラインと実会場のハイブリッド開催ということになりました。国内外から様々なアーティストが出展します。皆さんぜひご期待ください。ここでですね、はい、まあ、高橋さんが、はい、まあ、アンノアジアに、まあ、関わるきっかけと、まあ、まあ、継続しているところで、まあ、どういうふうな思いを持ってアンノアジアをされているのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと。そうですね、それで言うと僕は、大学を卒業してから今年で10年になっていて、まあ、なのでこのいわゆるアート業界というか、うん、今の会社というかに入ったのも10年目になるんですね。で、まあ、10年前からその後ずっと活動をしてきたわけですけど、DM アーツっていうギャラリーをやってまして、そこでは結構海外のアートフェア、いわゆるこうギャラリー単位で出展をして、ブースだったりホテルだったりで、自分のギャラリーが取り扱ってる作家さんの作品を持って行って売買をするっていう場に結構行くことが多かったんですけど、まあ、いわゆる日本だけじゃないマーケットがそこにはあって、うん、日本人だけじゃないアーティストがやっぱりそこにはいて、それはもちろんアーティストもそうだし、プロデューサー人だったりディレクター人だったり、いろんなギャラリーの人だったりが出会いとしてあって、いや、アジア面白いなと、うん、日本にはないやっぱりものがあるし、国を越えて海を越えてコミュニケーションが起きてるので、まあ、なかなか体験ができないことがここにはあるなと思っていて、まあ、その流れで、まあ、このDig Me Out DM Arts をやっていて、ね、ここからアンノアジアやりましょうという話になった時に、まあ、アジアのアーティスト、もちろんそれは日本人を含めてアジアのアーティストの皆さんがよりそういうことを感じられるような場所にしたいなと思っていて、それはここのイベント3日間だけで終わりじゃなくて、その後に何かつながるもの、それは友達になるとかかもしれないし、ビジネスマッチングされた人と一緒にお仕事をしていくかもしれないし、なんか新しいコアラと一緒にやろう、企画を一緒にやろうかもしれないし、そういうことが起きていく場所としてアンノアジアが機能するといいなと思ってはやっています。ありがとうございます。第7回を迎えるアンノアジア、現在出展者募集中です。たくさんの出展者をお待ちしております。アンノアジア .net よりアクセスしてください。ぜひご出展してください。よろしくお願いします。